ンバーチャはい、はい、ということで、始まりました、VFTV ライブ第19回朝ポンと一緒でございます。はい、というわけで、バチャガールの下田あさみです。よろしくお願いします。よ、朝ポンおかえり。おかえり。すいません、本当におかえり、よかった。ご心配おかけしました。いや、よかった。本当に申し訳ないです、ね、本当によかった、よかった。ただいま帰ってまいりました。はい、もうね、はい、もうみんなはもうおかえりとか言ってくれてるんですよ、はい、ありがとうございます、はい、わー嬉しい。初待機してみるとかね、はい、運営さんグッジョブとかなんかいろいろ来てます。ありがとうございま す, あいます。あ、みんなコンバーチャー言ってくれてる、ありがとうございます。はい、まあ、うん、ということで、うん、もうね、はい、もうみんな久々で朝ポンに会いたくて会いたくて仕方なかったんです、はい、本当ですか。本当です。まあどんだけ会いたかったかっていうと、はい、今日のこのスタジオの人数ですね。本当だ、なんか今日すごいいっぱい人がいる。ね、マックスで2人ってのあったんですよ。マックス？まあまあミニマムで二人ってなったんです。僕とカメラマンっていうのがあって、で今日嘘みたいな感じですよね。すごー い, はーい、ありがとうございます。まあ今日は本当にいろんな情報をお届けしていきたいと思います。うん、さ、そんな中、はい、北斗神石6も都道府県予選大会が終了し、いよいよ全国決勝大会が今週末に迫ってまいりました。はい。はい、本日の VFTV ライブ第19回放送、朝ポンと一緒では気になる格闘新石6全国決勝大会のイベント内容について片桐さんにご説明をいただきたいと思います、うん、さらにこの放送に合わせてすごいものを用意していただきました。すごいものね、すごいものです。なんかこれなんかちっちゃいの見てるんですよね。なんだろうこれ、なんだこれ、なんだこれ、すごいもの、これを食べれるのかな、なんだろう、はい、ねえ、食べてください、どうぞ、ぜひぜひ、もう誰も止めませんからはい、というわけで、ね、そのすごいものは新宿ジャッキーさんと共にご紹介していきたいというふうに思います、はい、そして大好評 VFO 切りカッコ仮、いつまで仮なんでしょうか、はい、以前の放送で皆さんから募集をさせていただきましたお題をもとに皆さんからの楽しい答えを募集そして発表していきたいというふうに思いますよ、はい、はい、ということで VFTV ライブ第19回どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よっ、よっ、では最初のコーナー行ってみましょう。こちらです。 VFO 大喜利カッコ仮よっ、仮よっ、お、仮じゃない、大喜利、はい、来ました。まずは VFO 大喜利カッコ仮の答えを募集しちゃいたいと思います、はい、どんなお題だったのかもう一度振り返ってみましょう、はい、お題その1、じゃん、ゴーがツイッターを始めた一番最初につぶやいたツイートの内容は、はい、となっております。これは出題者星さんからいただいているお題になってますよ。はい、まだもうちょっと皆さん投稿待ってくださいね。はい、ゴーがツイッターを始めたそうでございます。一番最初につぶやいたツイートの内容、これはなんか結構ダジャレがいっぱい来そうですよね、うん、さあ何が来るんでしょうか。続きましてお題その2、最近勝率が悪い新宿ジャッキーが一念発起してリングネームを改名なんて名前。こちらは出題者もんちゃんさんからいただいてます、はい、ありがとうございます。勝率が悪いって言われてますけど、どれぐらいなんですかね、勝率ね。どんぐらいなんですか ね新宿さん相当悪いんじゃないでしょうかね。顔色もだいぶ今日悪いですけど大丈夫でしょうか。聞いてみましょう。はい、それでは、ただいまのお時間より募集を開始させていただきます。募集は20時40分まで、今から30分間受付させていただきたいと思います。はい、投稿の文末に必ずシャープ VFTBアンダーバー ETC、シャープ VFTV アンダーバー ETC、こちらをつけてつぶやいてください。はい。せっかく投稿してくださったのに、ハッシュタグをつけ忘れてしまう方もたくさんいらっしゃるということで。そうなんですよ。いまだにまだちょっと多いということですので、ぜひぜひこちらの方忘れないようにつけてください。よろしくお願いします。さあ、そして、こちらの VF 大喜利、カッコ仮で見事優勝、見事入賞された方には、特殊称号の方がプレゼントされます。ぜひとも特殊称号獲得に向けて、じゃんじゃん投稿してください。はい。前回もう2段階目まで。あら、出たんで。ついに。ですか、はい。朝ポンと一緒じゃない方で。一緒じゃない方でお題募集でもうね、はい、2段階目まで行っちゃった感じがいらっしゃいます。なるほど、わかりました、はい、というわけで皆さんどしどし送ってきてください、はい、お待ちしてます。で、朝ポンね、はい、今お題の紹介の時に、うん、もう一回お題をちょっとおさらいしたいということで、はい、こちらの方に
一応文字に起こしたものをもう一回。ありがとうございます。はい、アナログな感じです、はい。アナログな感じ。はい、もう一度紹介しましょう。はい、その1、ゴーがツイッターを始めた一番最初につぶやいたツイートの内容は、はい、皆さん、シャープ、VFTV アンダーバー ETC、必ずつけてつぶやいてください。つぶやいた方がお得ですよ。はい、続きまして、そんなに、じゃじゃじゃん。最近勝率が悪い新宿ジャッキーが一年発起してリングネームを改名。なんて名前にした？はーい。ということになっております。それぞれ星さん、もんちゃんさんからいただいているお題になってますよ。はい。はーい。ということでございます。皆さんどんどん送ってきてください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。以上、VF 大喜利カッコカリ前編でございました。番組の最後でいただいた答えから賞を決定します。お楽しみに。はい。続きましてこちら、格闘新世紀6全国決勝大会情報。はい、ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いよいよ今週末決戦を迎える格闘新世紀6全国決勝大会について、片桐ゲームディレクターとともに当日のイベント内容をおさらいしていきたいと思いますよ。それでは片桐さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も大きいですね。椅子がちっちゃいんですよ。椅子があれ、片桐さん私よりすごい前にいるんじゃないですか、ひょっとして。まあ、20メートルぐらい前に。あれは20メートル。はい、これ見るとすごいですね、画面に。本当にすごいですね。私はさっき昔の写真紹介しましたけど、なんか生まれたての娘になったような気分ですもん。そうですね。ねえ。なんか、こんなに違うんだ。あらあら、ちょっとびっくりします。ねえ、今度、高橋のコスプレしてくださいよ。はい、わかりました。いやいや、ちょっと難しいですよ。はい、やりましょうか。やりましょう。いろいろと全国決勝大会でのイベント内容をご説明いただけるそうですね。3日後に、まあ、格闘新世紀6が行われるんですけども、簡単なスケジュールをね、まあ、ここちょっとおさらいしたいと思いますんで。そうなんです。すごい長時間ですからね。はい。はい、で、僕の顔が隠れて、朝本だけになって、はい、出ましたね。出ました？はい。こんな感じで出てるんですけど。なんで隠しちゃうんですか？あの、僕がこれちょっと全部作ってるんで、僕が隠れるように作りました。あららら。で、あの、すいません。いきますね。はい、当日のスケジュール、あの、当日に、はい、何でしたっけ？はい。これは何？何ですか？教えてください。あの、当日予選があるんですよ。はい。当日予選があって、ね、はい、まあ、朝8時から受付なので、うん、まあ、この時間から9時まで受付していますので、はいはい、当日予選出たい方はこの時間までに、はい、9時までに、セガ本社に来ていただいて、はい、手続きをしていただければなと思います。なるほど。これかなり朝早いですけれども。早いですね。はい。相当気合い入れてきていただけない。確かに。これまあ、当日予選の枠が3つあるので、そうですね、今回そこに入るために皆さん戦っていただくということですよね。はい、はい。ちなみに、うん、このセガさんの生き方は、セガさんのホームページに見ればわかりますか？そうですね。はい、あの、実際、格闘新世紀6のホームページにも載ってると思いますし、うん、はい、まあ、ね、あの、そこを見ていただければ。はい。わかりました。ちょっと急にちょっと気になったことがあるんですけど。何ですか？はい。なんかさっきからチラチラ、目線に入るものがあって。あ、なんか、かかってますね。これなんですかね？あれなんですか？これ、カメラマンさん、ちょっといいですか？すごい急なんですけど。これなんか。何ですかこれ。あの、なんか、でかいテレビになんか、かかってるし、なんか下にも落ちてるんですけど。これなんだろう。セクシーさん？セクシーさんの着替えだ、これ。また寝たでしょ、ちょっとセクシーさん。いや、ちょっと、あの、いくら忙しいからって、これは。いや、最後、ごめんなさい、白いのは本当にすみません。白いのは本当にすみません。という声が飛んでます。はい。というわけで。はい。というわけで、8時から9時までに、当日の予選をやりますんで。ぜひ来てね。今回たくさん来てもいいように、なんと、頑張って、128名。128です。すごい。128名まで。はい。まあ、どんだけ少なくてもいいんですけど、うん、まあ、最大、できる限り皆さんに出ていただきたいんで、128名、はい、トーナメントを組めるように準備しましたんで。はい、組みました。すごい、そのうち3名の方が勝ち残って、さらにそこからまたバトルが始まるわけですね。そうですね。皆さんこれ相当体力をつけてきていただかないといけませんよね。当日8時って書いてありますけど、8時から、まあ、あの、先ほど出てたと思うんですけど、はい、18時45分に表彰式って書いてあるんですよね。ほぼ半日。まあ、丸々一日楽しんでいただける。ですよね。これ体力がある方が勝ったりする可能性もありますよね、そうですね、集中力と。当日いきなりもう試合やって、そこから
決勝出て、またそこからさらに。そうですよね。プレッシャーのある中。いやー、ちょっと前日眠れないかもしれないですけど、早めにちょっと寝ていただいて。寝ない方が強いっていう話もありますね。なるほど。はい、なっちゃって。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ続きまして。そうですね。はい。で、その。じゃないですよ、別に。はい。はい。で、出ていただけた方には、漏れなく、はいはい、前回好評だった戦績プレート。うん。朝ポン勢、か、格闘新世紀6、当日予選参加。のどちらかをプレゼントします。はい。これ漏れなく。漏れなく漏れなく漏れなく、これは嬉しいですよね。はい。さらに、はい、アサポンに少し協力いただいて、はい。当日、予選枠、はい、予選に出ていただけた方から、はい。抽選で10名の方に、はい。サイン入り、そうなんです。カードを、はい。プレゼント。そうなんです。その当日にサインを、はい、ありがとうございます。書くってことでよろしいですか？そうですね。はい、当日書いていただきますんで。あの、VF カード、バーチャファイターのカードの方にサインさせていただくと。今回は VFTV ライブと違って、最新が用意される。あ、よかったです。いつまでも5のカードじゃねえぞと。最新が用意される。FS のカードを用意していただけるということで。ここはやっぱちょっと違うぞってとこ見せますんで。見ました。はい。で、まあ、あの、はい、出なきゃもらえないのかっていう人もいると思うんですよ。確かに、そうですよね。バーチャファイターはまだ触ったことないけど、応援に行きたいっていう人もいるかもしれない。応援だけに来てもらった方にも、うん、先ほど、はい、18時45分から表彰式と、はい、じゃんけん大会って書いたと思うんですけど、はい、そのじゃんけん大会でも、はい、10名様にプレゼント。はぁ、これはぜひ応援に来ていただきたいです。なので、最初から出ていただいてもいいですし、はい、まあ、最後までいて、はい、じゃんけん大会出て、はい、まあちょっと運を試してみるのもありかなと。そうですね。はい。はい。ですので、ぜひ8時にお越しいただきたいなといったところでございます。そうですね。はい。はい、ぜひ来てください。お願いします。待ってます。で、ここからちょっとあの、うん、初出しというか、何でしょう。僕もびっくりした情報があるんですけど、何ですか？ゲストに、はい。朝も来てくれるんですけど、はい。なんと、鈴木優さん。うわー、あの、バーチャファイターの生みの親。生みの親。うわー、はい、名前、お名前存じ上げてますよ。そうですか。はい。あの、僕がセガに入るきっかけのゲームを作った人なんですよ。うわー、片桐さんの生みの親。え、俺の、俺の生みの親は違うよ。違うよ。片桐さんっていう生みの親がいらっしゃいますよね。そうそうそうですね。ええ、その、あ、こんなゲーム作ってる会社があるんだっていうゲームを作ってた。はい、昔あの、体感ゲームって知ってます？体感ゲーム、はい。あの、ゲームセンターでこう、ハンドル数もいい。もちろん知ってますよ。すごいゲーム作った人じゃないですか。あれも作った方なんです。そうなんだ。あんな時から。私、イニディ大好きですよ。あ、イニディはちょっと新しいですよ。新しい方ちょっと新しい。もっと、イニディの生みの親だったり。イニディの親はちょっと別の方なんです。いろんなすごい方がいらっしゃる。すごい方がいらっしゃって、その、はい、アウトランとか、はい、あの、古くはアウトランとかが作ってる方で、はい、で、バーチャファイターとかも、うんうん、あの、はい、僕が、こう、ストリートファイター好きだったんですね。あら、そうなんですね。で、はい、いや、いいんじゃないですか、そういうね、刺激を受けて、まあ、そうそう他社さんからの。で、はい、そういうのもやってて、うん、じゃあ、お前格闘ゲーム好きなら一緒にやろうよって、はい、その新人なんですよ、僕。をわざわざこう話しかけてくれたりするフランクな方が、うん、なんと当日プレゼンターとして来てくれます。うわーすごい、ツイッターでもやっぱ驚きのリアクションが来てますね。はい、ありがとうございます。マジっすか。うおー、わおーって。ぜひ生鈴木優を見てください。すごい、あのすごい気さくな方なんで、あの話しかけていいんですか？大丈夫ですか？大丈夫だと思いますけど、うん、どうかな？あ、私、そこはもうぜひ。あ、いいんですか？私話しかけても大丈夫ですか、ね、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？島様大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。小娘がとか言われませんか？稽古つけてもらえるかもしれない、ね。本当ですか、はい、俺を殴ってみろとか言われる。やっちゃった。怖い。怖い。それ、リアルファイトだけですか？リアルファイト、まあ、ちょっと漫画の手なんですけどね。はい、俺を殴ってみろ。俺を殴ってみろって、僕も何度か投げられたことあるんですけど。本当ですか？この巨漢を、こうやってやるだろうって、八極拳実際に習ったこと。うわ、すごい。あるとなんで。本当な、バーチャファイターの生みの方は本当にリアルでファイターだったという感じなんですね。そうです。あの、指よって書いてきましたね、中国って。うわ、怖い怖い怖い。それぐらいすごい逸話のある方なんですけど、はい、本当にね、はい、あの、ゲームのことを真剣に考えてくれる方なんで。嬉しい。この姿勢をぜひ、あの、ぜひ、あの、鈴木さんに、うん、このバーチャファイターでこうやって決勝、ここまで残ってきた皆さんの、その熱いバトルを目の前で見てほしいですね。そうですね。ぜひ見ていただきたいと思いますんで。はい、その予選でもいっぱい人が来てくれると、やっぱりすごい嬉しいと思うし、あの、私のファンの子も駆けつけてくれると、うん、あ、サポンやるじゃないかって言ってくれると思うんですよ、多分。言ってくれますよ、それはもう。CV、いけ
けるかもしれないから、はい、こういう、ね、CV もあサポンファン頼むよサポンぜ CV 毎回押しますよね、はい、あの僕もいつもびっくりするんですけど、私はしつこいですよ、あしつこい女ですよ、大丈夫です、はい、はい、あの、はい、おかげさまでいっぱいこびりついてるんで、はい、何かしらの時に言っちゃうかもしれないですもんね、危ないですよね危ないってどういうことですか、はい、いやでも本当に、ね、危なくないですよね、もう私の頑張りも見ていただきたいので、本当に、はいはい、すごく鈴木さんのこと長くなっちゃいましたけど、そうですね、いやいやでも本当に素晴らしいサプライズで、はい、はい、もっとサプライズというか、まあ、一部の方はご存知かもしれないんですけども、はい、これはこれこれ何これ、これもレバーが、レバーとボタンのある線のつながったものが、はい、まあ、会場にあります。はい、まあ、何かというのは。セクシーさんの歌い好物らしいですよ。これ食べるって言ってましたから。これ食べる、あ、さっき、後で食べてもらいましょう。後で。はい、困る、困る。で、今回、プレステ3版を、はい、なんと、はい、ここに持ってきました。え？ここに持ってきましたんで、はい、ちょっと、後から、ディレクターの村山くんと、はい、あと、まあ、いつもやってる、おまけで羽屋さんにちょっと、おまけ説明していただきますんで。本当ですか？当日会場には、はい、Xbox 360版と PS3 版をちゃんとご用意してますんで、はいはい、ぜひ触りに来てください。すごい、実際にじゃあ今日はそのプレイできるってことでよろしいんですか？だって、ありますもん。で、うわー、本当ですか？うわー。なので、これ、待って、初出しじゃないですか？その、プレイ映像みたいな。プレイ映像は、はい、まあ、いくつか流れてるんですけど、ね、多分、ここまでオペレートしてるのを流したのはそうそうないと思いますんで、はい、本当ですか、ぜひ見ていただければと思います。わかりました、はい。はい、というわけで、非常にちょっと楽しみなんですが、うん、では、後ほど新宿ジャッキーさんに登場していただき、どんなモードがあるのかなどを実際に見ていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、全国決勝大会当日は、大会を見るだけではなくて、お越しいただいた方にもたくさんの楽しみがあるということなんです、はい、ぜひお越しください。はい、以上格闘新世紀6全国決勝大会の情報を片桐さんにご案内いただきました。片桐さんありがとうございました。 ありがとうございました。はい、それでは皆さん、本日は本当に一番のサプライズと言っても過言ではありません、バーチャファイター 5FS の実機、こちら家庭用ということでよろしいんですよね。はい、こちらをこれから紹介したいと思います。ということで、新宿ジャッキーさん助けてー、ここにいるんですけどね。あらららら、ずっと結構座ってたんです。東大元暮らし、いつの間に、はい、新宿で一番強いジャッキーっていうことから、はい、そういう名前がついたらしいんですけど、あ、でもなんか今日確か大喜利のお題がなんか、まあ、最近勝率が悪いっていうふうに、どれぐらいなんですか勝率。なんかそうだ、はい、なんだろうな、前半後半で言ったら前半です前半の方です。そうでございますか。どっちかというとですよ。はい、いやいやね、やりましょうね、そういう組手とかね、新宿ジャッキーさん組手とか高まって、はい、いきたいですね。高まりましょう、高まりましょう。まあそのためにより、そう、よりね、練習できる場所がなんかできるみたいな。そう、それがこれですよ。だから言わば、はい、はい、結構これ今急になんか決まったお話で、僕もその、はい、なんか中身をあんまり知らないんですよね、うんうんうん、ですんで、すごく詳しい方に来ていただいた方がいいんじゃないかなと思いまして、知られると名前がね、簡単ですけれども、ちょっと段取り違ったかなとは思うんですけど、あれあれあれ、はい、で、そちらの、CS 版のバーチャルファイター5、はい、ファイナルショーダーの、はい、ディレクターですね、はい、はい、村山さんをお呼びしたいと思います。はい、はい、村山さん、助けて、来てください。あ、ようこそ。はい、さあ、はい、よろしくお願いします。というわけで、ピッキー村長さん、はい、はい、お名前が今出てましたが、ね、はい、はい、出ましたと、はい、あ、どちらでお呼びしたらいいですか？あ、村山で、村山さんで、はい、よろしいですか？わ、はい、かりました。さあ、というわけで、もうお待ちかねというか、はい、5FS の家庭用が、ついに皆さんにお届けできるということで、本当にありがとうございます。あ、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にいろんな場所で、私、1年半このバーチャファイターに関わらせていただいてるんですけれども、はい、家庭用を出してくれって声、本当にたくさんのユーザーさん、そして何よりもうちの元バイト先の店長から圧力をかけられていたんですけれども、はい、もう出してくれってずっと言われてて、で、私も本当に出してほしいなって思っていたんですが、ここに来て、はい、ついにということで、なんか、はい、
あんまり作ってるとそんなこう希望の声とか聞こえてこないんで、はい、そうなんです、言われるとやっぱすごい嬉しいですね。本当ですか、すごい待ってましたですよ。はい、というわけで今日は本当にこの情報をすごく楽しみに今ワクワク PC の前に座っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、ピッキーとか言ってる人いますね。ピッキーって言ってる人いますね。はい、今日は羽田さんと一緒に、はい、ぜひご紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとだけお待ちください。うん、わかりました。はい、はい、ということでカメラが移動しました。お待たせいたしました。はい、はい、その間にみんなからいただいた大喜利を読んでおりました。はい、ではそうなんですよね、はい、もうこちらご覧の通りみたいなとこなんですけど、はい、じゃあメインメニュー初公開じゃないか、ここは見たことあるかな。初公開です、初公開ですね、多分、はい、多分、はい、なんかもう覚えてますねみたいな状態なんですけど、ちょっともうまずは一回その、はい、なんでしょう、普通に試合できますよみたいなところからですね、はい、あ、そうですね、まずはお伝えできたらなと思うんですけど、ありましたっていうところなので、はい、まずちょっと一回対戦を、はい、今回はい、はい、ジョイスティック2台ありますのでちょっと対戦からやってみましょうか。はい、わかりました、はい、じゃあ対戦のモードというのはどうやったらいいですか。はい、じゃあオフライン VS を選んでいただいて、はい、こちらですね、丸ボタンで決定、はい、丸でそっちの 2P 側の方で丸ボタンを押して、はいはいはい、入っていただきます。お、今標準になっている設定が、はい、これでまあ、はい、その対戦する時の設定、まあ、本数とか体力とかいじって、はい、それで対戦ができます。ラウンド数と対戦はどうしますか。まあ、今日はそうですね、はい、ちょっとあの短めに行きましょうか。わかりました。じゃあ2本で、はい、制限時間も45標準でいきますかね。はい、はいはい、で 1P と 2P の体力ゲージそれぞれ変えることができるということで、あ、はい、そうですね、これで、はい、あの増やしたり減らしたりしてちょっとハンディキャップマッチみたいなこともいいですね、その人の実力に合わせて、はい、じゃあ今日は私と、新宿さんが一緒にプレーをさせていただくということですので、はいはいはい、まあ、新宿さんやっぱ強い人なんで、そうなんですよ、前の方はすごい下げてもらって、はい、一番下に行きましょう、前半の方ですけど、私やっぱちょっと一番多くしますね。そうですね、これで、はい、わかりました。はい、じゃあこれで決定は丸でよろしいんでしょうか。はい、丸で、はい、丸、はい、じゃあキャラクターの選択、これそうですね、まあ、まあこうなりますよね、まあ、なっちゃいますね、こうなりますよね、こうなる、はい、でこれちょっと、はい、あの見ていただきたいことがあるんですけど、はい、まあ、家で対戦するときって、はい、それぞれ自分のジョイスティックをこう持ってきたりするじゃないですか。確かに。でどんなジョイスティックを持ってきても、はい、まあすぐバーチャーができるようにしたいなってことで、はい、はいはい、このキャラクターセレクトの状態から、はいはい、コントローラーの設定ができるんですね。あ、この状態からできるんですね。そうなんだ。セレクトボタンをちょっと押していただいて。セレクト、こちらでしょうか。はい、はい、押しました、はい。で、もうこの状態で。あら、これ今もう、ばあちゃんのやりやすい状態になってるじゃないですか。そうです。で、まあ、はい、今世の中に出てる、はい、ジョイスティック、多分全部対応できるぐらい、はい、まあ、いろんな種類を入れてるんで。あ、そうな、あ、じゃあこれで、この、レバーでアーケードスティック1、2、3と選択していくと、はい、どれかに、どれかに、まあ、合うんじゃないかと。どれかに、はい、合うようになってます。なるほど、これ一応この堀さんのスティックは、はい、アーケードスティック1を選んで。なるほど。今日はこの、はい、この今の設定で。1ですね。でですね、この状態で、スタートを押していただくと、はい、スタート、はい、こちらですね。その設定が合ってるかどうかの確認ができるんですよ。はい、本当だ。ピッピ動いてます。押せる押せる、大丈夫大丈夫。これもう各自がどんなスティック持ってきても、はい、こうなんか大体試合始まってからですね、言いますね、やっぱちげーよって言って大体こうポーズして抜けるやり取りってよくあると思うんですけど、そうですね、設定間違えたみたいな、やってみると、あ、ここでそれを未然に防ぐみたいな感じで気持ちよく試合スタートできますね。いいですね。なるほど、ではセレクトで戻りましょうか。はい、はい、でもう一回丸ボタンを押してもらって、丸ボタン、はい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 、じゃあ同キャラで被っちゃいますけど、はい、ね、はい、はい、じゃあ A タイプのコスチュームではお譲りしますので。わかりました、はい、では早速始めてみますか。はい、丸ボタンで、はい、丸スタート。はい、これは嬉しいシステム、施設設計などいろいろ来てますよ。ああ、いいですね、メッセージが。もう早くも、はい、来てます来てます。はい、はい、ステージこちらにありました。わー、私少しバッチとあるの久しぶりなんですよ。あ、そうなんです。じゃあ分からせちゃいましょうか。え、分からせここで勝率稼いでくですか。分からせバトルですよ。わー、ほんとだほんとだ。あ、これ大人げない感じですよ。ほんとや、ほんとだ。あー、どうしようかな。ねえ、大人げない。あ、大人げないな。さ
最悪っすね。見ました今。最悪っすね。滑りました。そうですね。間違えました。いや寒い感じになってますよ今空気が完全に。いやもうなんか。どうかな。な寒くなってくるにはどうしたらいいかな。これね今ねちょっと今練習中のこのつなぎを今ね少し練習中なんですよ。そうなんです。さーん。あ、間違えました。間違えました。間違えた？間違えました。あ、はい、ね、今は。はい。なるほど。いやここ無防備に映され恥ずかしいじゃないですかちょっと。そっかそっか。はーい。後ろからの技と。なるほど。後ろから？後ろから。いや違います大丈夫後ろから取られてますよって話、ね、あーなるほどどうしましょうどうしましょうわあすごい無言になっちゃうじゃないですか喋ってこーカネさん喋ってこーそうなんですよ最後もう決めてもらっていいですかカッカサマーで勝ちましたいやちょっとこれは相当楽しいどうですかそれ今触ってみていや触ってみて感じ正直言ってゲームセンターと変わらないです、うん、同じそういうことですねすごいそういうことですそれを言ってほしかったいや本当ですよいやこれやりつつゲームセンターも来てほしいですけどね。まあもちろん。はい。いやーこれはすごいですね。感動。もう本当ずっと家庭用欲しかったから。結構なんか気持ちがこもってますよね。いやそうなんですよ。あのやっぱりちょっとゲームセンターちょっと行きにくい時間帯に活動し、なんかしてたりするんですよね。夜中的なことですか。そうなんですよ。早朝的なことですか。なんです。はい、ちょっとゲーセンに行くのって結構ね、あのタイミングが合わなかったりする時があるので。そうですね。これバーチャパーティーやっちゃいますかもね。で、これも今なんか一つ紹介した雰囲気になってますけど、はい、あのお伝えしたいことがもうまだまだありまして、はい、あのもう結構もうオール初出し情報みたいなことになってくると思うんですけど、はい、ちょっといくつかちょっと項目ご用意させていただいてますんで、はい、ちょっと触ってきますよ。いいですか？お願いします。今はまず、今はあのオフライン状態というんですか、はい、そのネットワーク介さずに直接今二人でやったんですけど、はい、ネットワーク対戦もちろんこれありますよね、うん、という話をまずお聞きしたいんですよね。はい、はい、オンライン対戦、まあ、もちろんあるんですけど、はい、ですねバーチャファイターの無印の時に、はい、まあ、無印って言っていいかどうか分かんないですけど、うんうんうん、まあ、プレステ3と360で出て、その時あのプレステ3はオンライン対戦なかったんですね。すごい昔に出たやつなんですけど、そうなんですね、はい、で今回はもちろんあのプレステ3も360もオンライン対戦を実装と、はい、両方ともうわ嬉しいということででですね、はい、今回あの売りであのルームマッチっていうのがあるんですけど、はい、ルームマッチ、はい、まあ、これ結構要望多かったんですけど、はい、対戦してるところを、うん、まあ、観戦したいっていう話がもちろんありますよね。で、まあ、ルームマッチで部屋を作ったら、はい、まあ、そこに、まあ、8人最大8人人が入れるんですけど、はいはい、で対戦をしてる人以外は、はい、その試合を見れるっていう、うわ、観戦できるみたいなことですね。もうそうですね、本当にちょっとこう、はい、ゲーセン的な周りにいる人がこう見てるような雰囲気になると思うんですけど、はい、で、まあ、試合が終わって、はい、まあ、負けた人が抜けて、はい、次の人が入ってもいいし、ゲームセンターじゃないですか。その2人がずっと対戦して周りの人がずっと見ててもいいし、まあ、いろんなやり方ができる。うわー、これはすごい。大会前とかにこれで腕を磨いちゃうわけですね。そうですね。うわー、すごいなー。でそこでそういうあの行われた試合を、はい、もっと不特定多数の人に見てもらうみたいなところもあると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、今ここにもリプレイを保存するって、まあ、画面出てるんですけど、あの対戦したらリプレイ保存して、はい、まあ、それをオンラインにアップロードすることもできるんで、はい、でそれをまあいろんな人に見てもらったりとか、そうな、俺のドヤプレイを見てくれと、ドヤプレイ見ろと、このコンボ見ろとかも、はい、まあ、もちろんできるようになってます。へー、いいなー、楽しいですね。ですよね。相当高まっていますけれども。はい。で、はい、まあ、ちょっと今、ちょっと練習が家でできるみたいな話ありましたけど、はいはい、その練習に特化したモードもあるということで、はい、あの、トレーニングモード。あら、柔道ですか？あ、道場ですね。ちょっと、はい。カットカット。まあ、やっぱあの、家庭用でやるときって、その練習モードって、はい、やっぱ必要なんですけど。よかった、私背中向けててよかったですもん。そう、顔見せたくないもん。結構あの背中向けながら淡々と説明してて、シュールないだなってさっきから。もう見るな、もうもう恥ずかしいじゃないですか。はい、何が柔道で。近い、ね、惜しい、惜しい、はい、どうぞみんな間違えないようにね。はい、まあ、いくつか、はい、あの練習のモードあるんですけど、はい、まあ、チュートリアルは、まあ、初心者向け。そうですね、もう本当に。
レバーを入れたら歩きますから、ってことでボタンを押したら打撃を打ちますみたいなところがもうチュートリアルできる、はい、これがでも結構実は基礎の基礎なのでできてないとこの次に行けなかったりするの で、ね、なんかコマンドトレーニングしてもうまくやれないなって時やっぱりここに戻ってきていただきたいですね、はい、初めて触る人でもここからやってもらえれば、うん、はい、いいと思います。なるほど。で今回ちょっとやっていただきたいのはコマンドトレーニングなんですけど、はい、押してよろしいでしょうか。はい、丸ボタンで、はい、はい、そのままもう一回押していただいて。コマンドはやっぱりゲームセンターだとやっぱり対戦相手がどんどん強くなっていってしまったりだとか、そうですね、なかなかゆっくり練習できないと思うんで、はい、家庭用のやっぱりいいところですよね。そうですね。はい、じゃあジャッキーでやってみましょう。はい、出ろ、出た、はい、デュラルちゃんと、で、まあ、上に出てる指示通りにやっていただいて、で、あの、うまくできると次にどんどん進んでいくんで、はい、いいですね、バンバン入れて、おー、いい感じですね。そうですね。あ、なんかちょっと難しそうなやつじゃないですか。これどうですか。できるの。できたー、いける系ですね。いやー、バーチャガールですから。それはい、おーでした。おー、全部いけますね。おー、はーい。あ、でもこれすごい助かる。こんなにできる感じでしたっけ。いや、そうでもないですよ、全然。あ、ほら、この辺に来るとやっぱりちょっとつまずいちゃったり。いや何をしちゃいますか。これでもね、私覚えられないんです、これ。はい、PK、あ、PK。まあまあ、その入り口としては、コマンドを、まあ、一通り触ってみるっていうにはいいですよね。これは、なんだ、こうかな。おー。あ、こうか。あー。いや、こうやってなんか、コマンド見て覚えたりあんまりしないので、まあ、発見はありますよね、ですね、きっと。じゃあ、ちょっといくつか、なんでしょう、難しめのやつ。はい、やってみましょうか。ちょっとあの特定の、はいはい、なるほど、わかりました。はい、はい、やっぱりあのジャッキーだと居合蹴りとかで通称なんですけど、はい、まあ、出せないとそれはジャッキー使いじゃないよねみたいなのがこれです。なんかもうやだよね。こんなに私今までやってきたことは何だったの。じゃあこれも、丸でよろしいんでしょうか。固定した方がいいですかね。なるほど、技を固定。これを押してみるとどうなるんですか。それを押すとですね、はい、同じ技をずっと練習できるようになるんで。なるほど、クリアしちゃうと次の技に行くところが何度でもこれを練習できると。はい、これは歩きながらってことですよね。まあ、前、レバーは前に入ってる。あ、難しい。そうですね、それだと今はどうですか。あ、違うな、レバーとボタンで。あ、できた。おー、ですけど、あれ、いけちゃった感じですか。いけちゃった感じですね。でも、やっぱちょっと難しい。どうやるんだろう。タイミングリズムがわからないです。どうしたらいいんだろう。いい流れですよ。そんな、そんな時に。そう、これもう出せなくて、もう困った時はですね、はい、これを押していただいて、はい、これです。お手本。これでお手本の機能が。ピッピッ。ピッピッ。この音を聞いて。ピッピッ。ピッピッ。あ、戻っちゃった。はい。これで、ね、ちょっと、もう一回、やってみますかね。ピッピですよね。ピッピで、はい。ね、さあ、ピッピ。あ、出た、この機能のおかげです。これもう、でも、もう連続で出せます。はい、うわ、できます。ピッピッ、ピッピッ、あ。皆さんハードル上げますね。そろそろ時間があれですかね。あ、できた、ね。でもこれ。いや、これは何回でもやることによって、うん、確かにちょっと確実なものに、やっぱりちょっとリズムってすごい細かい、ね、はい、差があったりするの で、ね、叩き込みたいですね。そうですね、もう本当に、はい、あの練習には持ってこいかなと思いますけど、他にもまだまだあるんですよね。これ固定って今まであったんですか。ちなみに今までの家庭用で、あー、ありましたありましたね。そこはある、あったんですね。あ、いや、さすがですね、セガさんです。はい、で続きまして、はい、そうですね、ちょっと別のものもやってみます。そうですね、別のトレーニングのモードになるんですけど、はいはい、あ、どうしましょう、別の技もなんか触ってみちゃったりします。そうですね、コンボなんかもありますよ。そうですね、ちょっと見てみましょう。じゃあこれでスタートボタン、あら、コマンドリスト、ですね、今回各キャラクターにおすすめコンボみたいなのも全部用意してて、ありがとうございます。わ、まあ、これ出せればとりあえず戦えるだろうみたいなやつを、まあ、はい、
あの選んで収録してるんで、これもぜひちょっ と, しっと少し難しめな表示が出てます ね, すね。じゃあ一番右に出せればそうですよね、簡単ですか、あのぐらいは。じゃこれもちょっと固定でやってみましょうか、はい、なんだこれ、これでもとりあえず最初はこれですよね。そうですね、後ろ PK ので3の K 3K の T、ちょっと、なんか、ね、これはとりあえずわかるので、はいはいはい、下はちょっとやってみましょうかね。ちょっと違うな。タン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 、あ、違う。タン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 、これですか？はい、そうです。そういうことですね。これ。はいはい、それです。タン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 、これ。それをその前の技の後に、はい、続けて、はいはい、そうですね。出た、そういうことです。映ってないし、この家庭用映ってない、映ってないの、大丈夫大丈夫、すごい、やった、家庭用のおかげです。このえ、ちょっともう一回やってみようかな、位置をリセットして、あ、はい、位置のリセットが、このセレクトボタンを押すとできる、はい、いいですね。あ、ちょっとなんかピーピーきちゃいましたね。おい、ちょっとまだガチャっとしてますけど、いやいや大丈夫です、出てれば。あ、でもこれを押してちょっと立ってからこう押すんですね。できる、できるぞ。これ全キャラに入るんで、ね、このコンボ。もう見てくださいよ、これをツイッターのこのアサポンの腕前がガチ練習中って感じでいい。ありがとうございます。うんうんうん、いやーこれでもすごい親切だな、これはなかった。この機能は嬉しい。ああ、もうありがとうございます。こういう基礎コンボ練習もあるのか、すごい評判が素晴らしいですね。じゃあもう一個、はい、トレーニング、あ、はい、じゃあもう一個、はい、いいですか、別モードですか、はい、見てみます、はい、うわー、なんかこの短時間ですごいなんか上達した気分、嬉しい、嬉しいですね。いい、いい感じだと思う。そうですね、最近ちょっと自分のなんかプレーとか皆さんに見ていただく機会もなかったので、まあ、ちょっと ね、うん、さっきはボコボコにされてしまいましたけれども、あれそうでしたっけ。でこれ、はい、ね、大人に、はい、フリートレーニングなんですけど、フリートレーニング、まああの、はい、キャラを決めて、はい、でまあ相手も決めて、で相手を、はい、まあこうレベルをちょっと上げたりして、はい、すごい強くしたりして、まあその延々と練習ができるんですけど、はい、で例えばそのあそこ昔あのパイが苦手とかって、そうですね、動き早いんでみたいな話あったりとか、うん、ですね、ちょっとそれを、はい、今日はちょっと再現してみたと思うんですけど、お願いします。これやっちゃった、やっちゃった、あれ、あれ、これ今何が起こったんですか。ですね、はい、このここでバツボタンを押すと、はい、抜けちゃうんですよ。それだけはやっちゃいけないって、さっきそれだけはやるなって話をしたんですけど、ね、あれおかしいな、押しましたね。ねえ、あ、じゃあもうここで手を挙げて、押しますね。じゃあステージ選びましょう。丸です、丸ボタンです。はい、丸ボタンです。5発ダメですよ。手を挙げてください。はい。はい、これでよーい。ハンズアップ。はい。ではあれは、さあ。この静寂が怖い。ね、じゃあ、あの、はい、覚えさせる。あ、自分の。はい、その導入とこだけ。で、今回ちょっと新たに、はい、新たに、まあ、これも結構要望があったんですけど、はい、その、相手側の方に、はい、まあ、好きなコンボを入れさせて、うん、好きな動きをさせて、はい、でそれを再生して、はい、で自分でそれを受けるなり避けるなりして練習をしたいっていう希望が、はい、あ、なるほど。特定のキャラの特定の技の連携に対してどう立ち回ったらいいのか分かんないっていうのが、うん、結構その、はい、なんですかね、やり込みを続けていくと要望として出てくると思うんですよ、ね、うん、ちょっと上級者向けな、そうです、ね、上級者の人にすごい嬉しいですよね。相手のコマンドも入れられないとなんなので、はい、なかなか初心者には難しいんですけ ど、 なるほど、まあ、今回それを、うん、こういう形で入れてまして、はい、まあ、3種類登録できるんですけど、はい、で、まあ、それを再生して、はい、でうまく対応できるかどうかって練習をするんです。まあ、これちょっとじゃあ新木さんに、はい、お願いします。そうですね、丸で丸を、はいはい、危なかったです、じゃあ、あ、これごめんなさい、ちょっと今なんか録画中ですよ、今失敗したら、はい、でそこでもう一回丸を押して やり直しが簡単にできるんですね、はい、本当だ。なんかいい機能なの。これが一つですね、スタートで、はい、はい、で今1個目記録しました。で2個目です。あ、なるほど、これで中段下段と来るわけだ。そうですね、中段キックの後に、はい、列脚ってそのペンペンっていう技と、あ、難しいな、これ今下の足払いの、はい、ま、あのこれを再生するとどちらかが再生されるという、はい、これあの順番に再生するのと、はい、ランダム再生があって、はい、でランダムにすると1と2がランダムで出てくるので、はい、そういう練習もこれの方がより実践に近いですね。そうですね、はい、わかりました。3個ですね、やると、はい、あ、でも
受ける練習もうもう、はい、はい、なるほど、受ける練習をした方がいいのか。あ、これどうしたらいいんだろう。これとりあえず立ってガードする。これ何段だ、これ最中段です、ね、はい、最初ガードした後に反撃するもいいですし、はい、あ、そういうことか。そうですね、なるほど、はい、はいはい、あと下に来るパターンもあるんで、まあ、そうです、それはそれ用にしゃがめたりするとスーパープレイヤーですけど、技覚えますね。ですね、はい、その、なんでしょう、相手の技を知って、こういうことですね。いけちゃう系じゃないですか。いけちゃう系。相手の技を知って。あ、はい、ないっていうね。全然かっこいいとこ見せられないと。はい。わ、そっか。まあ、ほんとなんでしょう、かゆいとこに手が届く練習ができるんだろうな、とは思います。はい、なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。まあ、じゃあこれはすごいな、はい、練習のトレーニングのものはそこぐらいで、はい、であともう一つちょっと大きな話題としてアイテムの話あると思うんですよね、はい、ちょっとなんかその辺一通りまた解説いただいていいですか、はい、ざっくりですね、アイテムなるほど、まあはい、そんな感じですよ、はい、ゲームセンターでもね、いろいろ、まあ、コスチュームだとか、はい、あと顔とかをこう髪の色とか変えたりできるけども、こちらの家庭用の方でもできるんでしょうか。そうですね、まあ、まあ、実はいろいろ問題があってですね、はい、今回のゲーム本編にはアイテムは1個も入ってないんですね、はい、なるほど、アイテムが1個も入ってない、はい、つまり、アイテムをつけたいなという人はどうしたらよろしいでしょうか。は、別で販売される、はい、まあ、ダウンロードアイテムを買っていただくことになるんですけど、はい、なるほど、まあ、そのアイテムというの、はい、購入っていうのはちなみにどういう風なシステムでできるんでしょうか。システム、システムというか、みんな有料で買えるということですよね。はい、一個単品で買ったりっていうことでしょうか。PS3 も360も、はい、そういうマーケットみたいな画面があるんで、はいはい、そこ入っていただいて、はい、で各キャラクターごとに、はい、一応変えるようになってまして、はい、なるほど、ジャッキーをやってる人は、ね、ジャッキーのコスチュームをまるっと、そうですね、はい、アイテム一個一個売ったら、はい、まあ、800個とか大変なことになっちゃうんで、ジャッキーセットみたいのを買っていただくと、はいはい、ジャッキーのアイテムが全部入ってるんで、いいですね、これ今ちょうど買った状態になってるんで、はい、あ、本当ですか。やっぱり当然全キャラ欲しいみたいなところもあると思うんですけど、はい、それはそれでなんかこうないんですか。その時はですね、19キャラいるんで、はい、10キャラパックと9キャラパックっていうのも合わせてるんですけど、はい、やっぱりそれ当然パックですと、はい、お値段的には通販番組みたいになってきたぞ。相当勉強させていただきます、はい、かなり安いです。かなり安いです。かなり安いということは、まあ、例えばその、はい、タイトルによっては、はい、その服1個で何百円とか、はい、帽子1個で何百円とかあると思うんですけど、確かに、まあ800個入って、うん、まあ、まあ、ちょっと今値段はちょっとまだ言えないんですけど、なるほど、とにかく期待していいよっていうことですよね。そうですね、はい、わかりました。ちょっと実際にじゃあ、はい、どんな感じの画面でどんなことができるのか、はい、ちょっとざっと見てみましょうか、うん、いやでもいいですね、こう1個ね、そのアイテムをバッと買うとそれ以上も特に課金することなく遊べるということですもんね、はい、全部全部、はい、なるほど、とても親切だと思います。じゃあ、アイテムの方はターミナルでこちらです。あ、こちらじゃないですね、はい、これ2個2個もう1個上です。びっくりかな。そうです。で丸ボタンでカスタマイズで、で横でジャッキーの、はい、ジャッキーこちらですね、はい、で丸で、で、まあ、今データがないんでニューデータを選んでもらうと、はい、わかりました。あ、もう1回押してください。はい、さあここで、まあ、バーチャー VF ターミナルのようなことができるということですね。そうですね。そうそう、この画面からして、はい、そういう感じはターミナルを、はい、イメージした。はい、じゃあちょっと何か変えてみましょうか。そうですね。何がいいかな。なんでしょう、はい、上半身のやっぱり派手さが出るのはここですかね。そうですね、アウター、ごめんなさい、アウターみたいな、ちょっとね、アウターとかだと、はい、ざっくりいっぱいあるんで、アウター、そっか、はいはい、あ、いろいろありますね。タイプも変えてもらえると分かりやすいかもしれないです、ね、はい、タイプ、A タイプ、 A タイプ、 B タイプ、タイプはどうやって変えるの。スタートをしてもらってコスチューム設定で、あ、なるほど、あ、いいですね。具材も含めてもう全部パッケージになってるんですね。そうです、はい、タイプも含めて全部パッケージされてる感じですね。はい、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 あ、アウター、こういうことです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 ね。で、アウターがなんかこの上に切れるってことですね、はい、あ、なるほど、この上に
まあ、いろいろ教えてあげてください。まあ、なんだろう、ちょっとこう、はい、上がってきたんじゃないですか。上がってきて、ちょっと、はい、あの寒いんで、寒いので上着を着るぐらいの長いです。そうですね、はい、まだ4月だったみたいなぐらいの、ちょっと早かったですね。そうですね、はいはい、何がいかなかまあ、例えばそうですね、例えばそういうことです。はい、なるほど、わかりました。はい、このようなことが遊べるということですね。他そのチュートリアルを含めて、はい、うん、あの練習がすごい充実してるっていうところと、はい、まあ、あとはその何でしょう、はい、他にもオリジナルの CPU を使った遊びみたいなのもあるんですよね、うん、そうですね、まあ、あのオンラインの対戦だけが、はい、まあ、一応オンラインの対戦一番やってほしいんですけど、はい、まあ、それだけじゃなくてそのオフラインでもシングルでも、はい、まあ、なんかいろいろ特徴のある、はい、あの CPU をどんどん倒していって、はい、まあ、なんかその評価をされるモードとか、はい、まあ、いろいろ実装してるんで、はい、だいぶ時間が経ってるっていうのは、いやいや、たっぷりやりましょう。まあ、いろいろ、はい、あの対戦でも一人用でも楽しめるようになってるんで、はい、はい、すごい細かく遊べるんですね。はい、これすごい、今日は本当に今日ツイートでかなり評判がいいですよ。結構インパクトある内容なんじゃないかなって思いますけどね。そうですね、はい、ありがとうございます。でやっぱりこうなってくると、はい、うん、もう自然と本当に何でしょうね、はい、こう自然 いつ出んのとか、はい、はいはいはい、それはおいくらなのとか、はいはいはい、気になりますね。そういう風になってくるかなと思うんですね、はいはい、教えていただくことは可能でしょうか。いつ出るかって言われると一応夏頃って言ってるんですよ。夏じゃなくて夏頃って言ってるんですけど、レンジがあるんですか、はい、そうですね、はい、で、はい、まあ、例えば夏のすごい前の方を強制的に春っていうこともできると思うんですけど、うん、はい、春的な春って言ってそこだとみんな怒ると思うんですよ、うん、でも夏って言っとけば、はいはい、ああ、これニュアンス結構出てるんじゃないですか。結構早いぞって出てますね。なるほど、これ結構ニュアンス出てますよ。そう、まあ、そういうことか。いいじゃないですか、はい、別にそれぐらいは、はい、限界攻めてますよね。出てきましたね、はい、なるほど、夏頃ですけど、はい、あ、ここ夏かみたいな戦略なんだ。おー、なるほど。まあ、あのとは言いつつ一応まあ夏ということですが、です、ね、あのここでこれだけの情報が今日出ましたけれども、はい、皆さんにどんどんこの良さを広めていただいて、もう知れ渡った頃に夏がやってきてみんながこれをいいですね、購入するということですね。そうですね、素晴らしい流れじゃないですか。それです、よろしくお願いしますよ。それです、はい、わかりました。さあ、ということで、まあ、全国決勝大会の会場の方でも何やら、ね、さっきお話ありましたけど、はい、遊べるってことでしょうか。はい、プレイステーション3版と Xbox360 版両方展示して、はい、それぞれにプレイアブルになってるんで、はい、なるほど、ぜひ会場に来て触っていただければなと思います。はい、わかりました。じゃあこれ、あの大会に参加がちょっとできなかったという人でも遊ぶことが、触ることができるってことですね。そうですね、はい、フリープレイが置いてあるんで、わかりました。はい、ということで今から非常に発売が待ち遠しいなというところですが、本当に今日はたくさんの情報を提供していただきまして、森山さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、大好評企画 VF 大喜利カッコカリー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、大変大変、あのみんなね、みんなトイレに行っちゃったのかもしれない。視聴者数すごいギューって減ってきちゃって、まだ終わってないですからね。終わってない、ここから本番だ、ここから。そうなんです、ぜひ参加してみてください。はい、ここから本番ですよ。はい、ね、ではですね、続きまして、引き続き新宿ジャッキーさんにお付き合いいただきまして、はいはいはい、セクシーさんにも再登場していただきました。はい、よろしくお願いします。セクシー再登場ですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、最低ですね。最低だよ。はい、最低、最低、はい、最低じゃない、最低。お決まりの流れがあったところで、はい、今日もたくさんの投稿を皆さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日ご投稿いただいた方のお名前をちょっとですね、少し紹介させていただきたいということなんですが、ありますでしょうか。はい、お名前リストが、はい、なあ、今日はですね、多すぎて、はい、書ききれないと。そうですか。あの、ちょっとね、皆さんのお名前、ちょっと、皆さんの大喜利をね、あの、全部、こう、ご紹介するのもちょっと難しいので、お名前だけでもって思ったんですが、ちょっと今日は混雑していたということで。まあ、タイムラインがちょっとすごい流れでしたからね。はい、ね、ありがとうございます。はい、ということで、お題の方を振り返っていきましょう。はい、まず、その1。ゴーがツイッターを始めた。ゴーがツイッターを始めた。一番最初につぶやいたツイートの内容は、出題者、星さんからいただいています。ありがとうございます。
はい、でででんでございます。はい、こちらに映ってます。無人感が高いですね。アナログな感じですが、はい、映っています。あれ、ちょっと、カメラさん戻ってきてください。はい、こちらです。はい、はいはい、はい。さあ、では面白い投稿をちょっと紹介していきたいと思うんですが。はい。事前にいくつかいただいてまして、はい、まあ、ちょっと そこのところからいきましょうか。わかりました。お願いします。はい。じゃあ、はい、僕が読めばいい、読むんですね。お願いしていいですか。原さん読んでくれるんですか。ちょっと途中になってる。はい、こちらはお題ですね。はい。答えの紙はそこにある感じ。はい。そうなんです。はい。ありがとうございます。はい。順番ですね。はい、ありました。じゃあ、GO が、一番最初につぶやいたツイートの内容、こちら。まず、お題をくださった星さんからいただいてます。こちら。フォロー、アットマーク、下田あさみ。フォローしました。いつも応援しています。あ、そう、ファンだったんですね。なるほど。なるほど。これは嬉しいですね。一発目のツイート。リングネーム、星さん変えちゃったのね。星お兄ちゃんになってますね。言わせた。こういう作戦か。なるほど。はい、ありがとうございます。すごい。なんか、暗殺者ですよね、ゴーってね。そう。うん、まあ。うわーい、なんか意味深じゃないですか。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、こちら、メロン箱さんからいただいてます。はい。とどめなう。とどめなう。ツイッターっぽい。ツイッターっぽいね。うん、どの今やったのか。とどめを、やった瞬間に、書く前にやることあんだろうみたいな、ね。なるほどね、はい。暗殺者ですからバレちゃいけないんじゃないかと思うんですけどもね、そもそも。でもアピールしたいみたいな、ね。はい。続きまして、キングさんからいただいてます。ありがとうございます。はい、ゴーが池袋ギーゴでウェルカムマネー300ゴールを獲得しました。あ、ハッシュタグが自動的な。はい。ね。ブルーネットで登録してくれたんですね。はい、ブルーネット機能で。はい、出ますね。これが一発目。しかも、平成会に入ってますね。平成会ね。はい。入ってくれてるね。私もなんかチーム設立したいなぁ。これもう平成会変えようか。朝ポンのチームに。ねえ。これ言ったから、平成会が消えるのか、ね、これ今。言ったな、ちょっと自分リーダーになりたいですね。じゃあ変えよう。はい、あ、はい、というわけで、事前投稿でいただいていたお題のうち、こちらの方紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ではリアルタイムでいただいたものを紹介していきましょうか。そうですね。はい。これ、1個になります。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では、先ほどいただいたお題をこちらのノートの方にまとめました。はい、こちらは、ダンディ田中さんからいただいてます。ありがとうございます。Facebook 始めました。ツイッターの方で。そうしたら、全部やるみたいなね。ツイッターの方で。同時に始めちゃったんですね。あ、もう、はい、本名とか書くんですよ。ね、昨日がミーゴーってね。ミクシーの方にもね、ツイッター始めましたって書いてるんでしょうね、きっとね。あ、ミクシーまでやるか。る続きまして。はい、このコーナーの斉藤さんのリアクション僕好きです。あ、それがどうなのかな。ユーサー、うん、ユーサー T2X さんから。はい、ありがとうございます。俺、なんで首になってないんだろう。これ、要はですね、暗殺失敗続きなんですよね、はい、彼。そうですよね。本当だ、まあ、それは、ね、ゲーム上のシナリオの都合上なんでしょうが。そう、まあ、そんなところもあるかもしれないですけど、失敗してるんで、きっとこういうことなんでしょうね。はい、なるほど。心境が語られてると。いや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 、ビクビクしてるんでしょうね、ゴーさんも。組織に。はい、そうなんだ、どうしようみたいな。組織、なんですかね。まあでも仕事しろよとも言えないしね。はい、ゴーのことを好きな人がいるんじゃないですかね。いや、斉藤さんはその調子ですよ。そうだね。テキシーさんは一生懸命働いてます。そうそうそう。はい、本当その、はい。続きまして、あ、同じ星さんからいただいてます。星さん。じゃーん。皆さん、はじめまして。現役 JK のあさみです。仲良くしてください。面白い。ちょっと、JK 攻めてくるか。ね、なんでゴーがこんなことつぶやいてるの。いや、まあ、JK のあさみってところがこれポイントじゃないですか、はい、ほら、もう。これは、ある意味暗殺ですね、私が。あ、いやー、ね、もう、はい、ハートが暗殺されたぜ。はーい。ハートが暗殺。本当だ。すいません。お疲れ様でした、今まで。はい、続きまして。お、ありがとうございます。ゆめちゃん、アットマーク、愛人05さんからいただきます。お、ゆめちゃん。はい、ゴー使いですからね。お、ゆめちゃんすごいな。はい。はい、なんだこれ。J6、そういうことね。うん、J6 に洗脳されているはずのサラから、リフォローされないんですけど。なるほど。ツイッター始めたのに同じ J6 の組織メンバーのサラがフォローしてくんないと。何かゴーに原因があるんでしょうね。性格的なものですかね。うん、まあまあなんかちょっとあるんでしょうね。ちっちゃいなぁ。もうじゃあ、送ればいいじゃん、フォローしてくださいってね。
そうか、そういうの言えないんだ。まあ、そういう問題じゃない？あれ、気づいてないじゃないですかね。ひょっとしてね。じゃあ、自分でこう、リツイートとかすればいいんじゃない？はい。読まれた嬉しいってこう、つぶやいてる方もいらっしゃる。ね。はい、なるほど。ツイッター、リツイート重要だよ。うん、はい、続きまして、はい、タカさんからいただいてます。ありがとうございます。はい、剛力あやめって、本名なの？うん、はーい。そんな気になってるんだ。確かにね、インパクトありますよね、剛力さんって。ね、あの可愛らしい、容姿で剛力ですから。剛力はやめ。ちょみんな。日の神か。はい。まあね、うん。よし、うん、うん。よし、うん。はい。ファンなんでしょうね。はい。続きまして、こちら、京さんからいただいてます。今日本が、いや、今日本語じゃねえか？あ、そうです。今日さんとかなんかかけて、今日本がざわついてます。いや、わかんない。これひょっとしたら今日さん、はい、今日ポンがかもしんないよ、これ。今日。ポン。すいませんね、今日さんごめんなさいね。せっかくここでいただいたのにね。この、こいつがね、もう変なこと言っちゃった。そうなの？あれ、今俺かこれ。今日本が。あ、さあさあさあ。ざわざわ。ざわざわ。ざわのような、まあ、ちょっと他にもいろいろ紹介したいんですが、ちょっとお時間の都合、ここまでということで。はい、これがね、はい、お題1位でピックアップする。なるほど。みんなちょっと気に入ったお題あったら、これが面白かったとか、ぜひよくつ、つぶやいてみてください。はい、続きまして、お題その2。最近勝率が悪い新宿ジャッキーが、一年発起してリングネームを改名なんて名前？出題者、もんちゃんさんからいただいてます。ありがとうございます。じゃあ、これも事前にいくつかいただいたのがあるので、はい、ちょっとそちらのご紹介から。はい。ね、来ました、ちょっと待ってください。はい、お願いします。はい、ドン。はいはい。さささはい、はい、はい、こちらはですね、はい、事前にいただいてたもの、ラジオネーム、エンクーさんからいただいてます。ありがとうございます。はい。ランボー、怒りの新宿。コメントお願いしていいですか？え、いや、ないです。はい、ランボ怒りのをつけたら、はい、後ろに何つけても結構ハマるんで。ああね。エイドリアンってやつですね。本当その通りです。続いて、続いてですよ。楽しそうですよ、ベッキーさん。よかったです。はい。いい状態だなと思って、はい。はい。続きまして、星お兄ちゃんさんからまたいただいてます。すごいお兄ちゃん、2回目言わせたか、お前は。アナグマか！よし。はい、行きましょう。はい。川越達也のそっくりさん。これよく顔見せていただいていいですか？ 2,3 回言われたことがあって。あららら。ちょっと、スマイルお願いしますよ、カメラに向かって。え、なんだろう、決め台詞とか知らないんですけど。川越スマイル。意外と、なんか予備知識がなかったです。あれ、え、カバちゃんじゃないの？パスタ。カバちゃん。パスタ。限界っす。はい。いやいやいや、いいんじゃないですかね、こういうのもね。はい、いいですね。はい、続きまして、週刊アイリーさんからいただきます。お、週刊アイリーさん。はい。シルバーシート。うん、なんかこれはちょっと優しくしみる感じしますね。なんか染み入ります。なるほどなるほど。どうですかシルバーシート。なんかすごい変えてみたいと思いますか。うん、なんそうですね。そこまでして勝ちたいって思いがありますか。それともいや俺はそんな手は使わないで勝ちたいぜ。今どちらのお気持ちが勝っているんですか。ああどうしよう。どっちにするか最終的に全部いただいた投稿を見た上で決めます。決めたやつがあったら、はい、実際に名前を変えちゃおうかなと思ってるんで。はいはい、おおマジっすか。はいはいはい。だからそこに皆さんの投稿がついてきてるかどうかみたいなことですよ、はいはい、嫌な言い方しちゃうと。はい、あれお題2の、はい、あ、そうそう、でも来てはいるので、はい、ここも順番にご紹介しましょうね。そうですね。どうだった？はい、ここからですね。はい。はい。はい。あ、いっぱい来てますね。はい。ありがとうございます。いただいたも、今いただいたものです。はい。はい。コブラさんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとう、新宿ジャッキー。はい。って名乗ってる。はい。ね。これは、これなんですか？新宿ジャッキーさんの手なんですか？それとも、新宿ジャッキーさん応援してる人の手なんですか？いや、もう、どうなんですかね。もう、リングネームにさよなら系、はい、リングネームさよなら系、なるほど。何系ですか？リングネームさよなら系3回言ったけど。ごめんなさい。次、次。はい、続きまして、はい、田中太郎アットマーク、あなただけの黒縁メガネさんからいただきます。なるほど。新宿借金。なるほど。はい。なんだろう、カミソリです。カミソリ、シャキーン。あ、そっち側ですか。カミソリじゃないですか。切れそうでいいじゃないですか。当たったらいいんですけど。ね。ねシャキーンと。ね。行きましょう。シャキーンとしてくださいという、はい、この田中太郎さんからのメッセージでございます。はい。ありがとうございます。はい、続きまして、チャイピーさんからいただきます。はい、ありがとうございます。はい、秋葉原、星、ポッキー。
まあ、とってもいいじゃん、切り捨てコギャルですよね。なんなら偽物感がプンプン漂ってますよね。秋葉原ポッキーですよ。笑ってる。ちょっといや、さすがにどうかなって。そうですね。いやー、すぐに折れてしまいそうな感じだね。いや、もう半分もね、来てますね。はい。続きまして、ユーサーティー 2X さんからいただいてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。半笑いジャッキー。半笑い、ね。なるほど。半笑いって言われてますよ。そうですね。すいません。さっきから半笑いばっかで。あれ、そんぐらいですよ、でも。いや、スマイル。それがね、川越達也のそっくりさんってね、名前が。パスタ。なんかあるじゃないですか。何ですか？ハサミみたいな。トングですか？トング的なやつ。ハサミ。いやいや、全然そっくりじゃないじゃないですか。はい。予備知識なさすぎました。次はこちら。こちらはですね、ご自分でちょっと紹介していただいて。ウルベさん、読まない読まない、ね、ウルベさん、はい。なんかこれ、中場おきちジャッキー。中場おきか。元気ないんすかね。なことない。若干ね。これは。若干元気ないんですよ。そうですね。そんなことないです。でも若干元気もあるってことですよね。まあ冗談、はい、沖縄のプレイヤーにも九州のプレイヤーにもいるんです、ね、はい、ね、そうですか、はい、もう、はい、九州沖縄のプレイ大丈夫ですか。九州沖縄大丈夫じゃないですか。はい、というわけで、はい、これ最後なんだ。私もね、考えたんですよ。え、お、なんかペンありますか。ペン、はい、すみません。これなんか、いや、私は結構ガチで考えましたよ。正解系のやつですかね。正解系のやつをちょっと考えさせていただきました。今日は朝ポンサービスしまくりだな。全然もう聞いてないですけど、そんなサービスめったにね、本当にね、めったに。ちょっと待ってくださいね。あとちょっと私の字が。ここから斉藤さんがちょっときっとなんか。セクシーさん酔ってません。酔ってないですよ。ほんとこれシラフです。めんどくさいでしょ、ほんとに。あ、めんどくさいですよ、ほんと。はい、かけました。あ、もう、もうつなぎいいか。はい、はい、こちらでーす、はい。はい。新宿ジャッキー。これ、ちょっとかっこよくなっちゃいましたね。これ、かっこよくないですか。これ、強そうですよね。強そうになっちゃいましたね。そうそうそう。これでも強くなってほしいって願いを込めて、新宿ジャッキーと読むんですよ、これで。名前今まで通りで、変えなくてよくて、強そうに感じるから、より勝率が変わらないのであれば、より弱くなったように感じるっていう。で、前半ですけど大丈夫ですか？え？数字的に。数字的に前半なんですけど。レベル1とかつけたらいいんじゃないですか？上げてくれるんですか？新宿ジャッキーレベル1って。今42なんですけど、レベル。42? 今42歳なんですか？そうそう。いや、もう後役も終えて。はい、そうですか。あとは上がっていくだけですから。わかりました、うん。さあ、では。はい。はい。もうね、この中から。新宿ジャキー、もうパンパンクロックみたいな感じですね。はい。はい、じゃあ行きましょう。はーい。え？はい、ではですね、この中から。はい。そうですね。まず、お題1の方から、入賞者の方を選んでいただきたいと思います。優秀賞ということですが、どうしましょうね。すっごい、面白い意見いっぱい届いていました。ねえ、なんで、とどめなうとかも面白かったですね。そうですね。あ、そう。はい。そうですよね。はい。はい。我々、アナログな感じでやっております。はい、はい、もう、ね、アナログ大好き。ね。ねえ。これ面白いですね、でもね。これ気に入っちゃった。これちょっと気に入りましたね。お、面白いと思うんですね。これね、いいと思うんですよね。こちら。ゴーが池袋、セガ。ゴーが池袋ギーゴで、ウェルカムマネー300ゴールドを獲得しました。はい、シャープ VF5FS、シャープ VF5 アンダーバー平成会。こちら、キングさんからいただいたお題、こちらを優秀賞。いやー、キングさんおめでとう。しかもなんか平成会が名前変わるって噂だし。あー、どうなるんでしょうか。変えるな、これ多分。はい。ということで、はい、この300ゴールドっていうのがまたなんかいい ね。もう生々しい、これウェルカムマネーですからね、ほんでね。しかもキャンペーン期間外にやってくれるところがまたいいですね。はい、ありがとうございます、はい。すごい考え尽くしてくださってる感じがすごい嬉しいなと思ったので、優勝でございます。はい、おめでとうございます。はい、どうでしょうね。なんか他にもいくつかいっぱいありましたね。そうですね。これも面白いな。どうしようかな。これも第1位のやつですね。はい。あー、面白い。これも面白いな。これ、でもこれ、本当にいっぱいいただいたので、じゃあ、これ。ユーサーティー 2X さんからいただいてます。
俺なんでクビになってないんだろう。こちらを、ちょっと特別賞として、お特別賞、はい、特別賞あげちゃいませんでした、今までって。あげちゃいましたよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ということなんで、はい、優秀賞の方には、は、特殊称号プラス、カードにサインをさせていただいたもの、はい、こちらの、ユーサーティートゥイックさんには、サイン入りのカードの方をお渡ししたいと思います。はい、さ、クビになるなんてシナリオがあったらちょっとゴーファンね、号泣しちゃいますからね。もうクビになんてさせないよ。させないですよ。朝ポンがさせなかったね。させない、私がゴーを守る。ジャッキー使いだけどね。はい、そうですね、宿敵みたいなとこありますけどね。本当、はい、では続きまして、うん、あれじゃあどうします、はい、もう そのぐらいで大丈夫ですか、ね、はい、大丈夫です、はい、じゃあもう一つの場合で、うん、はい、はい、じゃあこっちからどうしましょう。はい、わかりました。じゃあ、どうしようかな。これどうなんですか、それ本人が選んだらダメなんですか。あ、いいじゃないですか。あ、本人枠、今日いいじゃないですか。じゃあ本人枠になると、とりあえず川越さんはなくなるんですよね、きっと。そう、っていうことですかね。はい。これやっぱパスタね、これやっときますか。そこはかとない、この、たたずまい。それは、これはもう、焼却です。あさぽんそこ行くか。ごめんなさいね、ウルメさん。全ですから。全なんですか全ですから。なるほど。全然、ん、ダメってことですか。フルってことです。フルマックスですね。じゃあどうしよう。これさ、難しい。はい、何でしょう、そこはかとないこの佇まい、はい。これでもね、私もいいと思います。ですよね。はい。じゃあこれシルバーシート。シルバーシートは。週刊アリンさん、これ二つ目。はい、週刊アリンさんは、ね、いや、二回目じゃないですか。前も入賞されてますよね。前も、そうですね。なあ、というわけで、週刊アリンさんは2回目の特殊称号をゲット、はい、ということですね。もうね、はい、2回目の特殊称号は、はい、ちなみに白帯です。白帯、はい、すでにお二人獲得されている方がいらっしゃるということなので、はい、3人目の入賞ということですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では、ということで本日は以上とさせていただきたいと思います。以上。お、はい、もうちょっといっちゃいますか。せっかくこんな期間で、はい、はい、面白いですか。そうですよね。そうだよね。みんな何が良かった？そうですよね。なんか反応、そう、みんなの投票とかができるといいなっていう。そうですよ。ここはもうタイムラインを朝ポンが拾うっていうチャンスだぜ。そうですね。だぜはないな。ちょっとこのコーナーね、今後いろいろ改良していきたいなと思うところがちょっといろいろあるんですけれども、はい、より皆さんの意見の方を発表できれば多くなったらいいなと双方向ということでね、はい、思っております。はい。あった中で選びます。今回あった中でということですね。はい、お願いします。さあ何がありましたかね。ツイートの方がちょっと拾いやすかったかなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、これ違う、はい、これ違う、とどめなう、はい、とどめなうとかですね。あ、とどめなうもいいですね。あと下田さんにフォローしまっていつもでした。これ好きですけどねこれね、面白いですよね。フォローね、フォローしちゃうか。全部あげてるか、いいんじゃないですか。全部今の2つ良かったね。あ、なるほどなるほど。今のこの2つですか。それ両方とも、GO のツイートの内容ですよね。そうです。はーい。あ、来てます皆さんから。いろいろお題の方。とどめなう。ハーフのやつがいいとかね。ハーフね。ハーフ。はーい。ハーフ重要なんだよ、本当に。はい。じゃあ、フルでいいんじゃないですか。もう。ハーフ&スピードみたいなね。スピード。おい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 。でも、とどめなうやっぱ来てますね。じゃあ。はい。じゃあ、とどめなう立ち上げます。メロンマコさん、おめでとうございます。はい。偽川越ジャッキーって、送ってくださってる方がいまして、まぁ、ちょっと締め切っちゃったのでね。はーい。ありがとうございます。じゃあ、今回はこのとどめなうの方に差し上げたいというふうに思います。はい。はい。とどめなうには朝ポンのサイン、はい、っていうのか。そうですね、サイン入りのカードの方差し上げようかなと思います。はい、はい、今そういう皆さんから意見が多かったのでみんなで決めたという風にさせていただけると嬉しいです。はい、ウェルカムマネーも良かった。ウェルカムマネーの方は先ほどね優勝されてますからね。はい、はい、という感じです。はい、はい、なんでしょう。
もっと称号あげたいんですけどね。いや。もっと称号あげたい。もう要は、はい、ちょっと今日はもう大盤振る舞いで、はい、あと一人ずつぐらいいっちゃいますか。称号。称号。いきますか。称号ですか。いや、あの、あげる用意して我々今日来たんですよ。なるほど。あげる用意してきて、はいはい、今もうあげたいっていう、あげたい。あげたい。もうあげる気満々みたいな。なるほど。はい。どうします？じゃあ当然一つは、お題にはパンダチジャックですね。ね当然一つはこれ。ただ、新宿さん公認ということで。そうなっちゃいますね。わかりました。はい、全然不本意ですけど。はい、差し上げましょう。はい。はい。これは、特別賞ということで。あ、特別賞ということで。はい。賞、でも優勝者の方に称号ですよね。そう、称号と、はい、サイン。サインで、が優秀賞。はい。ああ、優秀賞。はい。その、称号の人には称号だけですけど。はい。称号の人には称号だけだけど。差し上げて。あ、なるほど。で、アサポンが決めてくれた人には、サインだけ差し上げる。あ、なるほど。ちょっとややこしくなってきたぞ。すいません。称号だけの人とサインだけの人と両方もらえる人がいる。そう、両方もらえる人は一番良かった人。はい、ですね、後で何かどこかの公式でアナウンスしていただいてもよろしいでしょうか。ちょっと整理したいと思いますのでごめんなさい、すみません。何らかの、もの差し上げたいと思います。はい。どうですか？もうあとお一人？そうですね。はい。はい。ちょ、ツイートの方でもう一個選べるといいのかなと思いますけど、うんうん、どうだろう。はい、皆さんの反応とか。もうみんな、ハーフ採用ありなのかよというですね、はい、もう、この番組はそっちありなんだと。ね、ありかなしかで言ったら、はい、アサポンが 3K って言った後、P ボタン言ったら大変なことになるってことですよ。そうなんですよ、ね。セクシー斎藤じゃなくて、次回からセクハラ斎藤って名前に変わりますね。セクハラで言わない。セクシーの腹ですね、セクハラね。はいはい。はいはいはい、スルーしていくよ。はいはい。はいはい。でももう一個こっちじゃないですか、いろんな意味で。はい、いろんな意味で。何で、何でしょう。あ、今日ポンがポンなのか。はい。今日本が。今日本なのか分かんないですけど。こちらお題1の方。2の方です。あ、そうですね。はいはいはい、はい。5の、はい、初ツイートですね。はい。はい、お題2の方 ?1 の方。1の方。はい、ないや、分かりました。はい、はいはい。こちらは、ラジオネーム京さん、差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。何が当たるのかはまたちょっとアナウンスの方させていただきたいと思います。はい、もうね、この後、番組終了後、30分以内に我々の方からダイレクトメッセージをお送りします。はい。つまり VFTB、ライブの、アカウントをフォローしていただかないと、はい、相互フォローじゃないとダイレクトメッセージが届かないのでね、うんうんうん、こちらに関してはしっかり我々をフォローして、はい、我々もフォローしますもちろん、はい、アカウントの方の名前を一応言いますかね。はい、はい、アットマーク VFTB アンダーバー、あ、嘘、 VFTB アンダーバーライブですね、はい、VFTB アンダーバーライブというアカウントからあなたをフォローします。だから僕もフォローしてください、はい、僕じゃない、こっちをフォローしてくださいねお願いします。はい、はい、ということで終わりましたね。はい、でそこで何あげるかもちょっとアナウンスしますね。はい、うん、はい、はい、わかりました。さあ、というわけで1時間半喋りましたね。ごめんね、朝ぽん、いろんなちょっと、とんでもないです。まあ、今日ちょっといろいろトラブルもあったりしましたので、うん、はい。はい、できてよかった、ね。そうですね、皆さん最後まで見ていただいた方ありがとうございます。はい、というわけで、今回の VFTB ライブいかがだったでしょうか。というわけで、いよいよあと3日後となりました、格闘新世紀6全国決勝大会。私も当日お邪魔をいたしましたね。皆さんぜひぜひ一緒に楽しみましょう。ということで、セクシーさん。はい、そうですね。なんか考えてるんですか、うん、はい、じゃあ、セクシーさんから最後に一つアナウンスの方お願いします。はい、はい。ということでね、はい、全国決勝大会のトーナメント表はこちら！はい。やってます。こちらの方は、公式ホームページの方でも見ることができます。はい、そうですね。はい、当日予選の参加枠3つあります。ぜひぜひ皆さんこの3つを奪いに、会場の方に当日8時から受付です。ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。はい。またちょっと出場者の方もね、これだけたくさんいらっしゃいますが、相当クオリティの高いバトルが見られることも間違いなしですので。まあ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 、現行最強のメンバーがもうとにかくいますからね。そうですね。はい、はい、お会いできるの楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。では、お別れの挨拶をみんなで一緒に言いましょう。いきますよ。はい。せーの。バイバーちゃん。またねー。